文化人放送局は投稿された視聴者動画が YouTube 規約に沿っており、また公序良俗に反しない内容である限り、視聴者の言論の自由を尊重して運営サイトで動画を再編集したり手を入れることは一切しておりません。ご理解お願いいたします。私が糖質制限ダイエットしていた最中に、このダイエットに関する大きな事件が2つありました。皆さんも記憶に新しいであろう2つの事件を振り返ってみると、まず糖質制限第一人者の突然死と、女医さん、女性のお医者さんやね、彼女が脳梗塞危機一発の2つの事件です。1つ目の事件は、糖質制限ダイエットを推奨していた第一人者でノンフィクション作家が急死したことです。炭水化物を一切食べないようにして3ヶ月間で15キログラム痩せて糖尿病を克服したっていうことだったんです。近しい方の証言で、痩せる前に比べてぼーっとしてるかなって思うこともあったっていうし、まあ糖が足りてないのかなとも思ったっていうことなんです。でも見た目は元気そうだったんで、まあまさかこんなことになるなんてと言っても、彼の死と糖質制限の因果関係が明らかになってないと思います。私に関して言うと、私の見た番組の中の食べる順番ダイエットでは、野菜、魚、肉などの主菜、副菜を食べてしまってから炭水化物を食べる、炭水化物を最後に食べるから炭水化物の量が減るというものだったんで、私自身炭水化物を全く抜いてしまうっていうことは一切考えたことがなかったんです。また三大栄養素の一つをゼロにするという考えはちょっと思いつかなかったんやね。まあその点は幸いやと思います。次の事件はお綺麗な現役の女医さんのお話です。テレビにもよく出ている YouTube チャンネルをお持ちの、また実際に糖質制限ダイエットを自ら試された女のお医者さんです。彼女曰く、糖質制限に挑んだのは30代の頃で、3年間糖質、炭水化物やね、総カロリーの約 10% しか摂取してなかったそうなんです。シワが増えてみるみる老化が進んでいるのが分かって、ついには一過性脳虚血発作で脳梗塞になる寸前やったっていうふうに本人は言ってるんです。私の場合、この糖質制限を始めた頃、偶然か必然か分からんけども、確か母の定期検診に行った先の大学病院のロビーで、糖尿病患者のおすすめ献立のパンフレットを見つけて、その中でご飯茶は何杯とか食パン何枚とか量について全然覚えてないんやけど、ご飯やパンなどの炭水化物は適量を食べて決して食べ過ぎてはいけないとの記載があって、おお、やっぱりこれって炭水化物の糖質制限じゃん、じゃあやっぱり現代人は炭水化物を摂りすぎてるだけやと自分の中で考えて、腹8分目を実践するには1回の食事で 100g から 150g ほどが理想かなって考えたんです。ちなみに普通サイズのご飯茶碗にライスを盛ったらおおよそ 150g、大盛りサイズだと 200g から 240g くらいだそうです。私の場合、炭水化物を食べないでおこうとか少なくしようっていうよりも、炭水化物を食べ過ぎないように気をつけたし、今でもそう気をつけてるんです。例の女医さんが言ってたシワが多くなったとか肌の色が悪くなったとかぼーっとすることも何もなかったですし、今現在もないです。私は現在56歳なんですけど、今の体重は
ほぼほぼ二十歳の時のものと同じで、筋肉は56歳のものなんやけど、ウエストサイズは二十歳の時プラス 2,3 センチぐらいですかね。今サイズ70センチのジーンズを履いていて、ベルトしてなかったら少しずつまあ落ちるかなって感じなんです。まあ残念やけども浮き輪はちょっとだけやけどもついてます。私献血が趣味なんやけど、今までに回数で言うと340回ほど、無理な減量ダイエットしたら絶対献血なんてできるわけがありませんと言われるくらい健康な血液しか受け付けてくれないそうなんです。まあそんなことを自慢してるわけではなくて、私は健康体ってことです。今でも続けているんです。多幸感があり、いつでもどこでもよく眠れて、寝起きもすっきりして、何でも美味しく食べられて、肌ツヤ顔色も良くて、1日1回以上の便通、週に 4,5 回はジムに通って汗を流しているんです。白米大好きなあなたの場合、まずはご飯、炭水化物の量を1回の食事で少しずつ 150g に近づけていって、腹十分目にならないようにまずは習慣づけて、次は腹9分目8分目、7分目と少しずつ食べる量を減らしていけば、無理なく体重を減らしていけるかなと思うんです。決して無理をしてまで試すものではないので、くれぐれもこれが正解とか、これが絶対とか決め決めで始めてしまうと、自分を追い詰めてしまうことになりかねないんで、とにかく自分の体と相談しながら行ってほしいです。でも糖質制限ダイエットを続けてるとストレスたまるやろって思われた方も多いと思うげ、はい、もちろんストレスがたまって爆発してしまうことまあ多々ありましたし、もちろん今でも少なからずあります。ストレスもたまりにたまって、炭水化物をがっつり食べる時も少なからずあるんやけど、腹7分目、8分目を習慣づけていると、たくさんの量が食べられなくなっているし、また1ヶ月間に数回、1日1回ドカ食いしても絶対太らないと確信してるんで、食べたい時は結構食べます。でもドカ食いの後、速やかに通常の食生活にまあ努めて戻すようにしてるんです。ちなみに例の番組で見た食べる順番ダイエットには、炭水化物をドカ食いしてもいい日というルールがあって、ここでは説明せんけど科学的根拠の説明があるみたいです。ネット検索したら書いてありましたけど、私自身はストレス解消の一つとして使ってるんです。また私の見た番組の中の食べる順番ダイエットでは、お酒、間食については不確かやけど全く問題ないって言ってたように思うんです。自分の中のルールとしてまあ全く OK としてしまったんで、案外ストレスは少なかったように思います。その他のダイエット中のストレス発散方法としては、計画的に10日とか15日に一度ぐらいで腹7分目を無視してドカ食いする、計画的にすると、まあつまり宣言してから行うと気持ちの落ち込みが少なくて済むと思います。その他、間食するときはできれば素焼きのナッツ類、食べ過ぎたとしても罪の意識が薄くなるし太りにくいかなと思います。チョコレート大好きの私は 50g のミルクチョコレートとお酒2合弱はほぼ毎日口にしています。やめた方がいいかなと思うけども、まあまあこれはやめられないです。
それからどうしても締めで何かを食べたくなったらお味噌汁、それで我慢できそうもなかったらお味噌汁に春雨を加えて食べるとか、これで結構満足できると思います。最後に大切なこと、家族や友人たちと外で食事するときはルールを無視して気持ちよく食べる。周りに気遣ってもらってもまあ嫌やもんね。あなたのダイエットがスムーズにいくといいですよね。諦めなければ必ずうまくいくと思います。最後に一つ確認なんですけど、腹7分目を意識し続けていると腹7分目でも十分お腹いっぱいの満足感が得られると思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。またお会いできることを祈りつつこれで失礼します。ありがとうございました。